キチャンネル。ジョン、こんにちは。さあ、今日から年末今シーズン総括ということで、はい、12球団今シーズンの反省と、はい、来シーズンへの課題、うん、もうこれ1チームずつまた見ていくわけですね。そうなんですね。最近ね、喋、うん、りも達者になってきてね、はい、1チーム1動画いけんなって。去年とか多分2球団ずつぐらいでやってたんじゃないですかね、うん、でもやっぱり1球団をね、はい、しっかり、うん、やっぱ解説していきたいっていうところでね、はい、うん、行きましょう。はい、ね、はい、であのめでたくね、うん、今日の開幕戦、はい、選ばれたのは中日ドラゴンズです。はい、はい、そうですね、中日から行こうということ。いや、なんかドラゴンズの評判が良くて、はい、片岡さんが、うん、ね、佐藤が一番ドラゴンズのことを分かってるって言ってたらしい。へー、すごい。そのドラフトとか、はい、あの動画見てくださって、うん、だからドラフトのことが、ドラゴンズのことを評価できないやつは佐々木チャンネル見ろって片岡さん言ってるらしい。すごいありがたい。そうですね、中にいる人にその通りって言われたら、もう自信が過信になっちゃうね。そうですね、よくわかる。そうですね、じゃないんだよ。自信が過信になったらダメじゃないですか。じゃん、え、自信が過信だよ。自信が過信。あ、そうですね。何、そう、あ、そうですね。全然俺の話聞いてへんな、今日は。そんなことないですね。いいんじゃないですか、過信するぐらいで。その方が自信持って喋れるじゃないですか。いや、もう自信が過信に変わるね。あ、過信に、過信しすぎちゃダメってことか。うん、はい。じゃ、今日全然俺の話聞いてくれてない。言葉のパスボール置いてきよ。聞いてます、聞いてます。聞いてんの、うん、もう適当に返事しとけばいいやぐらいのちょっとなってんじゃないの。もういや、こう言ってるだろうっていうので。そうっすね。全然今日全然話、トークが。え、じゃ今わざと間違えたんですか、自信が。そうだよ。あ、そうなんですか、うん、だって本当はこの松坂の言葉で自信が確信に変わりました。ああ、そうそう、一郎さんを三振に。そうそう、そう言ったと思いました。いや、俺はもう一ちゃんと聞いてよ。はい、俺の発言、はい、ちゃんとちゃんと聞いて。へいへいへいって流してる場合じゃないで。確かに、半分聞いて半分流してる場合じゃないですから。適当に、みたいな。はい、はい、まあまあまあ、半分適当ぐらいがちょうどいいです、はい、今日はもうね、はい、中日っていうことで、うん、まあ、今年のね、はい、課題はもう明確なのよ。はい、まあ、やっぱりね、うん、一番は打線ね、はい、なんて言ってもチーム打率は2割4分7厘で、うん、あの4位なんだよ、はい、セリーグ、うん、だからめちゃくちゃ、まあ、首位が広島でね、うん、2割5分7厘だから、はい、首位の広島よりは一部違うし、うん、まあ、ヤクルトは2割5分だから、まあ、ヤクルトは3厘しか違わないんだけど、はい、まあ、めちゃくちゃ低いわけじゃないけど高くもないっていうね、うん、一番の問題点はね、はい、チームの打点、うん、397で、はい、唯一の300点台。あ、だってその次が阪神の462だから、はい、70点差あんのよ、阪神と。そんな違うのか。で1位はヤクルトの606点だから、はい、うん、ヤクルトには210点、210点も違うのよ、はい、210点って1試合平均でいうと、うん、もう 1.8、うん、2点弱ぐらい1試合平均違うの。まあ、だってあのホームランの数も全然違うじゃないですか。そうなんだよ、うん、でもなんて言っても、はい、それに伴って悪いのが、はい、得点圏打率も2割3分7厘っていう、まあ、一発で点入らない代わりに、うん、あの得点圏での打率も低い。あ、まあ、であとだから打点が少ないんでしょうね、うん、で代打率1割8分8厘の、はい、セリーグワースト2位です、でワーストがヤクルトの1割8分1厘だから、まあ、今年川端とかがね、はい、ヤクルトいなかったけども、うんうん、代打陣もちょっと薄いのよ。やっぱ最低2割欲しいなっていうね、はい、でだからよ、うん、フォアボールの数が344とセリーグワーストなんだよ。要はもう舐められてんのよ、打線。あ、そういうこと。そんな怖さないのよ、はい、だってヤクルト476だからね、うん、もう100個以上違うんだよ。本当ですね。だから1試合1個違うんだよ、うん、フォアボール、はい、っていうところでもう打線は舐められてるっていうね、うんうんうん、だからもうこの打線をどうにかしなきゃいけないっていうところでよ、はい、まさかの、はい、今年、うん、日本人最多打点の阿部をトレードっていう、うん、そうなんですよね、うん、でもやっぱ中日ファンの中でもそこは結構ざわついてましたよね。そう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 、だって最高打点だよチーム、うんうん、出したからね、はい、まあ、それが来年ね、うん、どうなっていくのかっていうね、はい、ところも大事だけども、やっぱここがね、うん、しっかりやっていかないと、はい、なかなかね、うん、やっぱ打線がやばすぎるっていう。だからまあ来年で言うとね、うん、まあ、木下、ビシエド、うん、
高橋、土田、石川かな、はい、で大島、岡林が守って、うん、だから今ドミニカにね、はい、辰巳さん外国人見に行ってるってことを考えれば、うん、外国人を入れたいね、はい、そうですね、レフトにもしくはウカイブライトって言ったところのね、はい、若手がどこまで来れるかっていうところと、うん、まあ、今年ね内野手もね、うん、あの野手で取ってるからね、うん、だからそこが新人がねどうハマっていくかっていうところもあるけども、うん、はい、いや大丈夫なのっていう、そうですね、打線、うん、なんか打線強化が課題だけれども阿部選手とか出すっていうところでね、そうそうそう、だからそこの打線がどう絡み合っていくのかっていうところは、うん、はい、まあ、今年の課題でもあるし、はい、来年の課題でもあるよね、そうですね、うん、いけんのかな、まあ、でも行くしかないですもんね、うん、そう、もう舵切ったからね、はい、内野手とかをこう出してるのでもうルーキーとかも使うじゃあ計算なのかなっていう感じですよね、だからそこのだから未知数だよね、うん、だからやっぱ30発ぐらいホームランを打てる外国人がね、うん、来てくれればっていうところはあるけども、ビシエド選手も去年今年か、うん、そんなにこう振らなかったですからね、そうそうそう、で、うん、あの投手陣でいうと、はい、防御率が 3.28 と、うん、セリーグ2で先発防御率 3.46、うん、もセリーグ2で救援 2.93 もセリーグ2、うん、投手陣はね、投手陣いいですね、そう、まとまってるんだよ、うんうん、で被打率も2割3分1厘と、はい、セリーグで一番打たれてないんだよ、はい、でクオリティスタート率 49%、うん、まあ、約 50% っていうところでは、うんうん、セリーグ3位、はい、でもよ、うん、また問題点が、はい、援護率、うん、2.83、はい、ワーストです、わー、ワーストなんだ、はい、5位と 0.7 ポイント差があるからね、そんなに、この援護率のこの低さ、うん、だからどんだけ打ててないのかっていうね、だもうでも本当に中日に関してはじゃあ明確ですね、そうなのよ、うん、でその中でだから多分先発もね、はい、まあ、小笠原がね 2.76 防御率10勝8敗、うん、はい、で、先発柳 3.64、9勝11敗、うん、で高橋宏斗 2.47、6勝7敗、はい、で大野 2.46、8勝8敗、うん、ね、っていう感じで、うん、見て見てこれ、こんなに防御率いいのに勝ち星が小笠原の10勝がトップなんだよ、うん、どんだけ援護できてないのかね、本当ですね、防御率めっちゃいいですね、そうだから本当だったらよ、うん、この柳とかでも10勝できてたね、はい、もうちょっと援護点あればね、うん、そうですね、で高橋宏斗も 2.47 で6勝借金1だからね、うん、これ10勝4敗ぐらいでもいけてたね、はい、であと松葉とかも 3.33 で6勝7敗で借金でしょ、うん、大野雄大、うん、2.46 で8勝8敗だからね、はい、ここはやっぱりね2点台でもう打線のみなのよ、うん、ほんとそうですね、うちゃこいつのピッチャーもう全員、うん、このポテンシャルで言うとね、うん、今だ小笠原、柳、大野、うん、で高橋、この4人は、はい、援護さえあったら間違いなく全員 12-3 勝できる、はい、全員4人が 12-3 勝できるポテンシャルあるんだよ、はい、それが勝ちきれへんって、しかもリリーフが今年清水出てきて、はい、めっちゃ良かったね、うん、まあ、岩崎の、ね、故障っていうのもあったけど、はい、又吉の穴を埋めたね、うん、でロドリゲスをリリーフに回して、はい、ライデル・マルチネスっていう、この3人も完璧じゃん、はい、で66勝75敗借金9、いやちょっとあれですね、打線で本当にピッチャーの成績っていうのもめちゃくちゃ変わりますね、そうだよ、もう、うん、打線次第だよ、本当そうです、ね、打線さえ爆発したら、うん、もう A クラス入り可能なチームなの、うん、その中で打つやつ出してるから、私今のその先発ピッチャーの顔ぶれ見てもなんか来年ももちろんなんか活躍するだろうなっていう、うん、いいだろうなっていうピッチャーが揃ってますね、そうそう、でまだね、あの沖縄大の中地君とか入ったりもするしね、はい、も入りますし、うん、で、あれ左のね、はい、砂田ね、あ、はい、うん、もう入ってくるっていうね、はい、いうところで、あの松葉はね、はい、FA しなかったしね、うん、で、若いところで上田とかね、はい、もういるし、うん、だからピッチャー陣やっぱ豊富な感じありますね、豊富なのよ、ね、ネオ選手もね、うんうん、だからもうこれもう外国人誰取ってこれるかがもう肝だね、そうですね、もう数字上見て もう明白だね、まあそうですね、で、まあ大島ね、うん、岡林、まあ大島もベテランで来てるからどこまで頑張れるか分かんないじゃんね、はい、今年も打率2位かな、うん、の成績の方で岡林が
やってきて、うん、でも高橋周平落ち気味だからこれ戻せんのかっていうところと、はい、石川なんてまた1年間やってるすぐ怪我するじゃん、うん、埋まらなかったら終わっちゃうよっていうね、はい、そうですね、ルーキー頼みでいきますかみたいな、うん、ちょっとなんかまだこうおぼつかないというかね、そう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 、大丈夫かなっていう感じのこう確固たるクリーンナップがいないのよ、うん、格が確かに、だからもうビシエドと新外国人が打たなかったら、うん、はい、もう来年も最下位ですよ、最下位もう言い切っちゃいますか、うん、そうそうそう、だってもう、うん、こんだってこんなの結果残してるのに打たへんから勝ち星上がれてないじゃん、はい、どうするんだよ、で阿部ちゃんいないんでしょ、うん、大丈夫ですか、だからそれがまあ大丈夫だってチームは思ってるんだろうけどね、はい、だからここがどうかだね、これでもし来年終わってみたらゴーンっていってたら、はい、それはもう編成も含めて、うん、ほらね見たかみたいな、うんうん、好きかって言ってたけどみたいな、はい、うんうん、分かったみたいなね、うん、感じにもなるし、はい、1年だったらほらやっぱりってなるかもしれないしね、うん、はい、だからここはまあ1年経ってみなきゃ分かんないけども、もう打つのみです、そうですね、うん、まあでも私たちがこうやって見て明らかにじゃあ打線が課題って言ってるわけじゃないですか、うん、ってことはチーム自体も分かってるじゃないですか、分かっててもね、はい、分かってるからって打たせれるようになったらすごいよ、だからでもこう阿部選手を出したじゃないですか、うん、やっぱその代わりやっぱすごい人取ってくるんじゃないですか、外国人、外国人それはもう今見に行ってるからね、うん、だからもうあとはもうね、立浪監督と片岡二軍監督が、うん、はい、どの戦法を取るのかね、うん、打たぬなら打つまで待とうほとどぎすなのか、はい、打たぬなら、うん、打たせてみせようほとどぎすなのか、はい、うん、打たぬなら殺してしまおうほとどぎすちょっとあのそこはやめさせてしまおうとかにしません、ね、いやいやもうそれはもうドラゴンだから、はい、どれ行くのか知りたいね、はい、うん、そうですね、うん、まあでも本当ね、はい、打ちさえすれば、うん、打線さえうまく絡まれば、はい、もう2位ぐらいはいけるよ、うん、打ってれば確実に A クラスだなっていう、うん、3位は確定のうまくいったら2位、うん、1位に行くためにはもっと全体的な覚醒が必要だと思うけども、はい、2位いけるチーム力っていうか、はい、その課題さえ乗り越えれば、はい、あるけど、うん、乗り越えれなかったら来年も最下位です、もう打にかかってますね、頼みだね、だからもう外国人誰連れてくるかじゃ、はい、うん、あとはもう石川が怪我しないでどれだけ頑張れるのかっていうところと、はい、高橋周平の復活がもうできなかったら、うん、それはもう再開よ、そうですね、うん、まあ、あのもうちょっと開幕まで時間あるんでそこで打を強化するんじゃないですか、うん、そうだね、うん、まあ、これを見てね、はい、関係者の皆さんはね、はい、あ、打つだけでいいんだで取り組んでください、絶対片岡さん見てるんじゃないですかそうですね、うん、片岡さんの力にかかってるんじゃないですか、鵜飼ブライトもね、おもうどんどん出してこないとね、はい、はい、出てきてほしいですねその2人もね、うん、だから片岡さんが打たぬならどのタイプか聞きたいね、はい、わー聞きたい、はい、打たせてみようだったらね、うん、でもそれで打たせれなかったら、うん、上の人から言ったらね、はい、打たせぬなら殺してしまおう怖いですからそれまあね、まあでもね、はい、ここでさえ克服できればいけるからね、はい、そういった面ではまだモチベーション高くいけるね、はい、はい、そうですね、はい、ドラゴンズファンの皆さんどうでしょうか、はい。